ハイサイ大輔さんです。このサンセットスタジオ TV、写真のこととか旅のこととか配信するようになって早2年半経つわけなんですけれども、配信者やってるとね、いろんな質問を受けるんですよ。その中でも慢性的に多い質問っていうのがいくつかあって、まあ代表的なもので言うと、カメラ欲しいんだけど高くて買えませんとか、欲しいカメラがあるんだけれども、どうしようか迷ってるんですよねっていう質問なんですよね。これね、ものすごく多いんですけど、確かにね、この気持ちすごくわかららないんですよ、僕。全然わかんなくてですね、その感覚が。今日この動画の中でですね、皆さんのこのカメラを買いたいっていう気持ちを後押しできるような、背中を押せるような動画になればいいなと思って、今日は収録をしております。ここ今手元10万円の束があります。手元に持っていて幸せになれますかね。僕はね、これを手に持ってこう見てるだけじゃ全然幸せ感じないんですよ。お金って基本的に、まあ、稼いで貯めるものではあると思うんですけれども、じゃあ何のためにお金を稼ぐかっていうと、人生を豊かにするため、幸せにするために稼ぐものだと思うんですよね、お金は。で、カメラが欲しいと思った段階で、今画面を見てるあなた、カメラがあった方が人生が豊かになるのではないかと、本能がそういう風に悟ってるからカメラが欲しくなってるわけですよね。お金って人生を豊かにするために稼ぐものですので、このお金が手元にあっても意味がないわけですよ。でもね、やっぱり気持ちはわかります。一生懸命自分で稼いだお金だから大切だしね。ましてやお金がないけど買うってなったらローン組まなきゃいけないんで、おい、どうしようどうしようってなるかもしれないんですけれども、カメラを買う前だからそう思っちゃうんですよ。カメラを購入する前にいくら悩んでもそれは悩みます。だってお金が消えるっていう発想しかないわけですから、カメラが届いた後の楽しみっていうのを具体的に想像することっていうのがなかなか難しいんですよね。カメラのある自分の生活っていうのをちょっと想像してみてほしいんですよ。カメラって面白いことにね、車みたいに車輪がついててどこかに自分を運んでくれるわけじゃないんだけど、カメラがあるだけでね、自分を外に連れ出してくれるんですよ。普段見もしないようなお花に目が行ったりとか、いろんなものに視点をこう向けれるようになるわけですよね。だカメラがあるだけでね、結構休日っていうのは楽しいものになるんですよ。またこのカメラをやってるっていう趣味の人もすごく今日本は多いですので、友達なんかもね、こう SNS 図手でたくさんできたりして、みんなでこう一緒に旅行行ってみたりとかさ、写真を撮りにこう夜天の川撮りに出かけてみたりとか、そういう風な楽しみがすごく増えるわけですよね。どう考えても手元に10万円を置いとくより人生明るくなるはずなんですよ。カメラがあるだけでね。で、もう一つカメラを買った方がいい理由っていうのがあってですね、お金っていうのはですね、実は誰でも稼ぎ直すことができるんですよ。バイトしたり仕事したりすればいいだけですから、それで戻ってくるというものがお金なんですよ。ただ、時間というものだけは絶対に戻ってくることがないんですよね。で、写真っていうのはですね、面白い趣味で、人間が唯一時を止めて保存することができるっていう、もう言ってみたら魔法みたいなもんです。子供の成長を撮ったりとかね、家族とかその時付き合ってた彼女を撮ったりですとか、いろんなものが思い出としてものすごく鮮明に綺麗に残るものなんですよ。人間の脳みそなんてね、本当にたかが知れたもので、皆さん3日前の昼何食ったか覚えてます？多分ね、あんまり覚えてる人いないと思うんですよ。人間の記憶ってそのぐらいの程度のものなんですよ。カメラさえあれば全部残すことができますから、後々自分の人生を振り返るっていうこともできるし、思い出がね、いっぱいあるっていうのはやっぱり素敵なことじゃないですか。そういう過ぎた時間っていうのはお金と違って取り戻すことっていうのは絶対にできないですので、今皆さんが悩んでる間に過ぎ去った子供の成長ですとか、あとは自分の人生とかね、そういう経験したこととかって全部そのまま過去のものになっていくだけなんですよ。で、鮮明に思い出せない時期がいつか必ず来る。それだったら今迷ってる時間をしっかり使って写真を撮った方がいいに決まってるんですよ。だから写真という趣味に関してはどん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 お金を使ってもね、人生すごい豊かになるだけだと僕は思うんですよね。で、お金がない人とかはね、じゃあローン組んで買おうって言って思い切ってローン組んで買うとするじゃないですか。人生ってね、大体無駄なことに結構お金使ってたりします。コーヒーを毎日飲むとかね、ジュース買うとかね、そういうものを少しずつなくしていけば、カメラのね、ローンに対してお金を補填することもできますから、ものは全部工夫です。とにかく過ぎ去った時間だけは絶対に戻るということがないので、そこだけはね、意識してほしいなと僕は思うわけなんですよ。欲しいものをね、買い渋って貯めたお金、そんなに意味があるのかなって僕は結構思っちゃう楽観主義者なんですよね。でもそういう考え方で物買って後悔したことってあまりないですから、皆さんもね、ぜひよろしければそういったマインドでカメラを購入してみてはいかがかなというふうに僕は思います。ということでね、僕以外にもこうカメラを買ってね、沼にはまってるそこのあなた、これからカメラが欲しいなと、それで買い渋ってる方にね、ぜひこう助言をするような形でね、コメント欄に、意見を寄せていただければなというふうに思います。
はい、ということで、本日の動画はトーク系の動画だけでしたけれども、バックナンバーね、いろんな動画ありますので、ロケ企画とか、ぜひカメラ欲しいなと思っている人は、その過去の動画を見てですね、カメラってこんなに楽しいんだなっていうのを、理解していただければと思います。はい、ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。See you! Thank you.